はい、皆さんこんにちは。ワンダリングルビッシュです。では今回はハーツ・オブ・アイアン4太陽国プレイ続きをやっていきましょう。今まさにですね、中国大陸で、欧州列強との領土獲得競争、戦勝ポイント獲得競争中のタイなんですが、おそらくね、そのポイントがいっぱいもらえるんじゃないかなと思われる南昌ですね。こちらの攻略と重慶の攻略、ここに全力を割いているというところで、師団を集中的に、そちらに進行するように配備をしています。まずはね、南昌、もう南昌まで目と鼻の先まで迫っています。で、ここには自動車化大隊、22師団ですね。こちらの、今画面に出しましたが、いろいろと消耗してますが、この自動車化大隊22師団を中心に、この6師団ですね、この歩兵6師団も同時に動かしています。で、一方、重慶の方なんですが、重慶の方には、強襲歩兵大隊ということで24師団、これを配備しています。で、今、敵国として満州中華人民共和国、蒙古中華帝国、その他2つ入ってますが、これらの国々はね、強襲上陸をかけてくるような力はないので、もう今、本土防衛隊の方は2師団まで減らしています。その分、進攻するための軍に割り振ったというところですね。南昌を取った後に、中華立憲共和国が降伏するかどうかっていうのは、ちょっと今のままだとわからないんですよね。最悪、さらに遷都してくる可能性もあるんで、合肥であってるかな、この辺りまでね、遷都して継戦をする可能性もあるので、その場合にはね、さらに戦線が伸びるということもあり得るということで、タイの補給能力を考えると、戦線が伸びれば伸びるほど不利にはなってしまうんですが、ここは戦勝ポイントを稼ぎに行きたいので、しっかりと軍の集中的な配備をやっていきましょう。どうしてもね、師団数含めて、タイは他の列強に比べると劣る部分が多い。師団数しかり、装備品しかり、インフラしかりというところがあるんで、もう取りたい地点に集中的に師団を配備していくという一点突破の作戦でね、難所を今狙っています。特にね、列強が強襲上陸を完了させると、その絶大な兵力で、おそらくタイをはるかにしのぐ進行スピードで寄ってくると思うんですよね。さあ、南昌までじわりじわりと寄っていっているので、南昌をまずは獲得しましょう。で、南昌を拠点に、あるいは南京とかを取れればね、もう言うことなしというところなんですが、南京の近くにはイギリス軍が強襲上陸をかけているので、南京をね、タイで落とすというのは少し難しいかもしれませんね。ただその可能性を残すためにも、いち早く難所をここまでたどり着きたいですね。もう本当にね、いいとこまで来てるんで。
いや、本当にでもタイもめちゃくちゃでかくなりましたね、こうやって見ると。まあ、フランス軍がちょっとね、マレー半島の付け根の部分にいるというのは、気に入らないといえば気に入らないんですが。完全にイギリス軍が南京付近に強襲上陸成功してるな。これを抑える力、帝国軍にあるのかどうかですね。ないともう多分あっという間に南京が落とされてしまうんで、南京が落とされて一番困るのが、南昌をせっかくタイが落としても合議に結局遷都されてしまって、南京を攻略した連合軍列強がそのまま合議を落とせば、合議で確実に中華立憲共和国は降伏すると思うんですよ。南昌で降伏までしてくれれば一番いいんですが、どうなのかな。ドクトリンは先に進みます。今度はこの高度な重砲陣地ですね。まあ、今戦車とかは持っていないんですが、まあ、先へ先へと進めていきましょう。改良型野戦砲80、毎月ごと。いやー、13隻もないんだよな。南京陥落も時間の問題ですね。イギリス軍、これ上海から上陸をかけてもう南京に迫ってますもんね。いやー、やっぱり進行速度が違うな、タイとは。ヘロヘロになってるタイとは進行速度が違いすぎますね。
お、軍需工場がいつの間にか結構な数になってますね。こうなってくると何をどれだけどこに生産するかっていうのをちょっと考え直してもいいな。まあ、野戦砲補充が追いついてないので2つ補充して、あとは軍用トラックも追いついてないので軍用トラックかな。歩兵装備は更新なので、まあ後回しでいいといえば後回しでいいですからね。さあもう一歩というところまで迫ってるんで、でも本当にこうやって見るとラタナ更新王国、つまりタイがどこまでこの進撃に貢献しているのかっていうのをちょっとクエスチョンだよな。あんまり貢献しているようにも見えない。最前線にいるのはフランス軍にしか見えないんですよね。戦勝ポイントがどうなってるかですね。あとはまずアメリカ、これ連合軍側ですね。連合国陣営という意味で、これを見ると、あ、ラッタの行進王国 6% でイギリスが 9% にジャンプアップしてますね。これ南京落としたからじゃないの。南京がおそらくもうイギリスの手に落ちてるんじゃないかと思いますが、ちょっと確認しますか。それが大きいんじゃないかな。ここまで一気に跳ね上がってるのを見ると、そうですね、南京はすでにイギリスの手に落ちてますね。重慶の方もちょっと手こずってる感じが否めないな。下手するとこれ連合軍が強襲上陸かけてるんで、あんまり時間かかってると南昌を東から取られる可能性が出てくるな。しっかり頑張ってもらわないと。でここに来て装備品を作る上での不足品があるな。鉄だな。鉄とオイルが不足してるんで、鉄とオイル、石油ですね。ちょっと輸入をしていかなきゃいけないな。まず鉄からだな。鉄はどっからもらうかというと、ここはソビエトからもらおう。で石油は、石油もソビエトからもらう。これで一通りプラスに転じましたね、再び。まあもうソビエト頼み。連合軍にありながら、連合国軍側にありながらソビエト頼みの、なんとも情けない、運営になってますが。で、南京を落としたイギリス軍が次、いやもう海岸はほぼほぼ、イギリス軍が抑えてるな。なんとかね、南京を取りたいんですが、この南京がなかなか落ちないですね。倉庫行ってるうちに本当にでもイギリス軍、フランス軍が南昌に迫ってきてるからな。いやー現在の消耗 12%。
平均充足率が45バー。いやー、なかなか先に進まないわけだなー、こうやって見るとね。一方の、じゃあイギリス軍はというのを見ておくと、平均充足率100%。いやー、こことまともに勝負しようって言うんだから、まあそりゃ厳しいですよね。まあただ何将だけは譲れない。何将10桂だけは絶対取りましょう。いや、本当にフランスの難所への迫り方、えぐいな、これ。もうここまで来てますからね、フランス軍。難所にむしろ一番近いのは、フランスになっている、今となっては。マジか。これ、どうにかしないと、本当にまずいな。いや、ここに来てフランス軍の難所への迫り方、えぐいぐらい早いですね。しかもこっちは川を越えないと難所に入れないのか。なおのこと不利だな。そうか、イギリス軍の戦車も入ってるし、フランス軍の戦車の手段も2手段入ってるんで、まあちょっと力が違いすぎるよな。でも何勝を取ったのは我ら我になりましたね。いや、これは落下傘部隊、パラシュート部隊が何勝を抑えてくれた。いやー、本当によくやった。これはよくやりましたね。何勝をよくも抑えてくれた。何勝を取ったのはタイだ。ただこの後どうするかだよなー。やっぱり合肥に移ったよね、首都が。中華立憲共和国の首都が合肥に移ってるんで、まあダメ元でというわけではないんですが、自動車化代替は、合肥を目指そう。ここももう一点突破ですね、一点突破。重慶を狙ってる部隊の方が、ちょっとどうしても動きが、鈍足だな。さあ、この後合肥に向けて、合肥をどこが最初に落とすか。
交渉も続々と増えてきているので、気をつけなきゃいけないのが備品ですが、大丈夫だね、足りてます。さあ、合皮をどこが先に落とすかっていうレースに変わりましたね、今度は。さらに重慶でしょ？戦勝ポイントがどうなってるか、ちょっとこの後確認しましょう。生産は、今、入れたので、ラッタの後進王国、6% のままか。なかなか厳しいな。工場の数見ると、これでも頑張ってる方ですよね。だってアメリカ合衆国に関して言うと工場の数677、フランス、イギリスは300超え、そこにこのラッタナ後進王国68が頑張って食い込んでるって考えると、よくね頑張ってる方ですよ本当に。ただやっぱりソ連も600あるっていうのはね、さすがですよね。そうか、気づけばもう1945年になってますね。さあ、ラッタナ後進王国のデカさがいよいよでも存在感を増してきてるんで、中華帝国をどれだけ食えるかかな。もうすでにイギリスが沿岸部分の大部分押さえてますからね。内陸部をいかに早く制圧できるかにかかってきてるかな。また工場を獲得してるね、これは。だいぶ獲得してるな。そうすると、資源との兼ね合いもあるんですが、ここは改良型の野戦砲、軍用トラック、入れておこう。あと、今後のために戦車もちょっと作っとく？そろそろ。これで、
足りないものが出てきてるかどうか確認すると、今のところは大丈夫かな。ちょっと石油の余裕が全くなくなってきてますが、他はまだまだ大丈夫ですね。またちょっとね、今進撃中なので全然違う話をしちゃいますけど、ちょうど今ね、ツイッターの方をご覧いただいている方はご存知かもしれませんが、今年は月1でタイに遊びに行くっていうね、ことをやっているんですが、今のところ5月のゴールデンウィークまでは、まあ、飛行機のチケット、ホテルともに押さえてあるんですけど、6月がね、休みが連休がないんですよね。だからもう2泊3日。土日に1日有給をつけて2泊3日ぐらいで行くしかないっていうね、かなりの強行スケジュールで行かざるを得ないかなっていうのを今ちょっと検討してるんですけど、2泊3日で行くとね、なかなか世話しないというか、疲れるためだけに行くっていう可能性もあるんですけど、で、7月は、7月で、一応行く予定ではいるんですけど、休みがね、ちょっと取りづらいといえば取りづらいんですよね。で、8月はね、お盆休みあるんで、まあ、少しずらしていこうかなとは思うんですが、お盆休みはどうしてもチケット代が高騰しますからね、飛行機の航空券が。で、9月は9月でシルバーウィークあるし、10月は体育の日の連休がありますからね。で、有給がね、36.5 まだ残ってるんですよ。なんで、この有給をうまく使っていきたいんですけど、有給を 36.5 日使えると思うと、だいぶ休めるんですけど、なかなかね、36.5 日休んだらもう、自分の仕事がどんだけ溜まってるのか、想像もつかないんですけど、まあ、いずれにしてもタイに遊びに行った時はツイッターの方でいろいろと情報は発信してるんで、興味ある方いらっしゃれば見ていただければなというのと、あと、まあ、1週間ぐらいタイに滞在するときはパソコン、ゲーミングノート PC 持ち込んで、まあ、収録をしたりすることもあるんですけど、まあ3泊4泊ぐらいだとね、ちょっと時間もないっていうのもあるんで、機材を持ち込むっていうことはしてないんですけど、まあ、お盆とか長く滞在するときには、現地から、こんなとこに今いますみたいなのも含めて、ゲーム実況の中で話したりしていることもありますし、まあ、今回もね、そういうことがあれば今年もやっていこうかなと思ってますんで、ぜひぜひ Twitter の方も、暇な時にでも覗いていただければなとは思うんですが、まあ幸いなのかな、このチャンネルの視聴者はおそらく9割9分男性、かつ多分内容的にまあ僕と同世代、35歳なんですけど、僕は35歳とかね、まあアラフォーぐらいが多いんじゃないかなと思うんで、ツイッターの方は結構ね、それなりに、ちょっと未成年の方はよくわかんないようなことも話をしているかもしれないんですが、ぜひツイッターの方もね、覗いていただければと思います。さあ、合否の方にそうは言ってもだいぶ近づいてはきましたね。思ったよりだいぶ頑張ってくれてる。ただ、もう完全に、イギリス軍が、上陸しきってるんで、イギリスとの戦いになるな。合肥への進行ルートという意味では。ちょっと分が悪いですよね。合肥はこのまま行くと、もう取られたな。イギリス軍に合肥は取られましたね。で、中華立憲共和国は、降伏。しています。はい、というわけでちょっとね、キリがいいので一
旦ここまでにしましょう。で、この後どこを狙っていくかっていうと、まあ、重慶、中華帝国、あとは大日本帝国ですね。もう南京から首都が移転してますが、まあ、この辺りを狙って、タイはタイで頑張っていきたいなというふうに思いますので、ぜひぜひ、皆さんの応援引き続きよろしくお願いいたします。はい。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ、嬉しいなというふうに思います。